平野紫仕様、ダンス動画がインスタグラムを席巻。825万再生突破の衝撃。こんにちは、皆さん。平野紫仕様ファンの皆様、お待たせしました。日本のエンターテインメント界にとって待ちに待った瞬間が訪れました。元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様が、8月27日に自身のインスタグラムアカウントで、待望のダンス動画を初公開しました。 この衝撃的な瞬間を一緒に振り返りましょう。平野紫用、ダンスの才能を開花させる。ダンス動画は、平野紫用が上下スウェットにキャップ姿で、ダンススタジオで踊る姿を捉えたものでした。彼は、他の力、と楽しそうにコメントを添え、その踊りはファンの心をわしづかみにしました。 さらに動画のコメント欄には元金プリのメンバーである神宮寺ゆ太たが俺撮るの上手じゃないとコメントし平野はさすがですと返信。このやりとりから撮影者が神宮寺ゆ太たであることが判明しました。 ファンからは続々と好意的な書き込みが寄せられ、同動画は29日午後2時現在で825万回再生を突破、コメント数は約5万3000件に迫る勢いとなっています。厚志氏の振り付けとダンス動画の舞台裏、この平野のダンス動画は、ダンサー厚志氏による振り付けであることがわかりました。厚志氏は旧ツイッターで、最高にかっこいいありがとうございました。 と、平野への感謝を投稿し、その動画は平野ファンによって熱烈に支持されています。さらに、厚志氏のインスタグラムには、同じ振り付けで踊るダンサーたちの動画も公開され、ファンからは、コラボが見たい、といった要望が寄せられています。これからの展開が非常に楽しみですね。平野紫用の個人事務所の謎。しかし、平野紫用のダンス動画だけが話題ではありません。 彼に関するもう一つの注目ポイントは、個人事務所についての謎です。7月7日に、トベイリを発表した平野は、タレント側がマネジメントを行うエージェント契約を結ぶと言われていますが、その詳細は明らかにされていませんでした。ここで注目すべきは、株式会社仕様、ショウ、と、株式会社アイエニー、という新会社の設立です。 これらの会社の登録上の住所が、かつて平野が通った愛知県名古屋市のダンススクール、ファンクキットの住所と一致しているため、ファンからは平野と神宮寺の個人事務所ではないかという期待が高まっています。平野の弟である陸さんが代表を務めるアパレル会社。 株式会社 RM ブラムも同じ住所に登録されており、これらの動きが平野の未来にどのような影響を及ぼすかが注目されています。本格指導は10月以降か。最後に平野仕用のアーティスト活動についての期待が高まっています。飛べ所属となってから1ヶ月半ば以上が経過しましたが、音楽活動のスタートについてはまだ明らかにされていません。 一方で、元金プリのメンバーであるキシユタがジャニーズ事務所を退所し、トベに合流する可能性が報じられています。しかし、平野は韓国の大手プロダクションである、ハイブからのソロアーティストとしてのデビューの話も持ち上がっていました。しかし、最終的にトベを選択したとされており、アーティスト活動の本格始動はおそらく、10月以降になるでしょう。 平野紫仕様のダンス動画は多くのファンにとって待望の瞬間であり、その成功は彼のアーティスト活動に向けた期待を高めています。彼の個人事務所や未来の展望については依然として謎に包まれていますが、ファンたちは彼の新たなステージでの活躍を心待ちにしています。 アーティストとしての平野仕様がどのような驚きと感動をもたらすのか、これからの展開がますます注目されます。彼の素晴らしい才能を応援し続けましょう。